ニュージーランドのオークランドの、ま、一番の街中のメイン通りなんですけどね、このように今日は木曜日ですけど、ま、工事もやってない、レベル4の警戒体制ですから、コロナウイルスのレベル4の警戒体制ですから、ロックダウンでもう外でね、やってるお店は一部のホテルと、それから、薬屋さん、スーパーだけ、あとコンビニエンスストアか、あとはもう全部飲食店も何もかも閉じてます。でこれが、4週間続くと。今はねこう人もそこそこいて、まあ店やってないねって感じなんですけど、4週間後にね収束してればいいんでしょうけど、収束してないと、まあどんなことになるのか。逆にコロナウイルスの効果って、まあ、死亡率は低いけど、こういうね、過剰な反応を引き起こして経済に与える影響でどうなるのかっていうのがね、まあ楽しみといっちゃ不謹慎なんですけど、まあ、どうでもなんかすごいね興味津々です。まあ、仮に東京はね、ロックダウンしたら、まあ、海外みたいにもともと景気がいいわけじゃなくて、景気が悪いところにねロックダウンしたらどんなことになっちゃうんだろうなという感じが、まあ、気がかりというか心配なんですけど、まあ、一応オークランドはこんな感じで、人はちらほらいるけど、まあ、銀行から何からね、お店はやってないと。スーパーがちょっとやってるだけ。思ったより人はいるんだなという感じです。